今日はね、ちょっと民族衣装っぽいやつを着てみたんですけどね、はい、ちょっと私も変な服を着て、うん、今日だからリナちゃんとまたね、マヤの占いを通じていろんな運勢を見ていきたいと思いますけども、はい、まあ、今日始まる前にね、そのマヤ文明についてちょっと私の思いをお話ししてリナちゃんからも一言いただきたいんですけども、はい、まあ、実は私ね、中南米の歴史にものすごく興味があって、特にマヤ、アステカ、インカとかね、教科書には載ってない歴史をこう自分でいろいろ調べたりとかね、図鑑を見て、とっても綺麗な装飾品ですとか、当時の暮らしぶりを見て、まあなんと言いますか、思いを深くするところがあったんですけども、まあこうしてね、リニアちゃんと、そのマヤっていうところで強い結びつきがあると非常に嬉しい部分があるんですけども、リニアちゃんはそのマヤ文明とかね、その占いについて、今日いろいろ語っていきたいと思いますけども、はい、どういうふうな出会いがあったんですかね。マヤとの出会いですかね。はい、はい、まあ、その20代の時にちょうどこう野生のやり方を泳いできた友達がいて、で、その友達がスピリチュアルな世界にハマり始めて、はい、広島にこうフラワーエッセンスを扱ってるお店があったんですよ。で、そこで、はい、まあ、この13の月の暦のカレンダー、まあ、マヤカレンダーとかっていうふうにもマヤ歴とかも言われてるんですけど、で、これ使うといいよみたいな感じで言われて、とりあえずよくわからなかったんで、当時はあまりピンとこなかったんですけど、でも何度かその、このカレンダーの話を聞いたりとか、まあ、ここのグッズを扱ってる広島のセラピーやってる人たちのところに行った時に、まあ、買うきっかけになりまして、で、私がまあその買った時に使い方が分かんなかった時に、霊気の先生、霊気ヒーリングっていうのがあるんですけど、その先生との出会いもありまして、で、その先生が、この13の月の暦が7月26日から新年始まるんですけど、本とカレンダーをプレゼントしてくださったことがあって、それからずっとご縁が続いて、そうですね、大阪でこのカレンダーの使い方を教えてる先生がたまたま広島に来てて、でそれで私はこのカレンダーにハマって勉強しました。はい、そうですね、はい、マヤというと特に暦についてね、かなり発達していて、その辺から正確な運勢とか行事とかっていうのを当時から導き出していたってところがありますから、これがやっぱりね、マヤ文明っていうのは紀元前3114年ぐらいから始まったというふうにされてるんで、もう5000年ぐらい続いてるんですよね。はい、まあ、その辺の深い歴史も感じながら今日は皆さんの金運アップにね、ぜひねお力添えいただきたいと思います。はい、それではね、またいつものように10個ぐらい順番に私の方から聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まずね、私のちょっとした紹介させていただきますけども、まあ、私はもともとどこから始めたらいいのかな、麻雀店の親父でですね、30代を過ごしまして、全然お金がなくって、40になった時にこれやばいなと、なんとかお金を一発逆転で手に入れたいなと思った時に、インターネットビジネスっていう世界があるらしいと聞いてですね、そして当時なんかネオヒルズってのがあって、どうやらヘリコプターでそばを食べに行くらしいぞって聞いたもんですからね、そんな金持ちになれるんだったらもうぜひならしてくれってことで、まあその世界に入って、まあアフィリエイトっていうね、広告ビジネスを、まあパソコンの世界でインターネットでやるんだよって教わって、まあそれを粛々やっていったら、なんか2013年のことですけどもね、本当にものすごく一気に集客できて売り上げが上がっちゃったんで、これはびっくりしたなと思って、それから私はね全然違った人生を歩むようになって、ここ何年かで知り合う方っていうのはね、もう初めから私がね、そのよくわかんないビジネス世界で金持ちになったみたいに勘違いしてる人がいますけども、10年前私もんなしでしたからねまあそのぐらい運勢がぐるっと変わったんですけども、その一番最初の頃にリナちゃんと知り合ってですね、あすげえなと、これはインターネットの力だけじゃなくて、リノアちゃんの運勢を変える力にもあやかっちゃったかなと思ったわけなんですよね。はい、そんな私が今日はね、リノアちゃんに感謝を捧げながら放送をお送りしたいと思います。そして今日ね、もう一個ね、爆発的に運がいいことが起きたんですよ、リノアちゃん。はい。とね、小野里さんがやってきたというね。
そうですね、今なんか映ってらっしゃるんでちょっとびっくりしてます。本当良かったなと思って、いろいろあったけど来てくださって本当にありがとうございます。安心です。はい、また詳しいことはあの、はい、YouTube で放送してくださると思います、はい、ましよろしくお願いします。今日は、はい、あ、どうもいつもありがとうございます。ありがとうございます。久保さんも教祖さんみたいですね。あ、そうですね。よろしくお願いします。小野田さんも恵比寿さんみたいですね、顔がね。本当に変わった顔が、はい、じゃあお邪魔しますんで、そこへ。今、新橋ですから。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。それじゃあね、りのあちゃん、まず最初なんですけども、りのあちゃんの方の自己紹介を簡単にしていただいてよろしいでしょうか。はい、私は広島県の、もともと生まれたところは山口県寄りの大竹市なんですけど、今は、まあ、そこからちょっと引っ越しまして、うん、広島市に住んでます。うん、でその20代の時に、まあ、ちょっといろいろとこう自分の人生考えた時に、まあ、祖父母が自営業やってたんで、そういう、こう自分でできる仕事にすごい憧れてたんですよ。で、両親は普通にサラリーマンやってたんですけど、何かこう自分でできる仕事をしたいなって思ってた時に、そういうスピリチュアルな世界に出会いまして、でもう本当に当時難民化しまして、いろんな資格を受けたりとかセミナーに出てたんですけど、これっていうものになかなか出会えず、で、昔、まあ、金融機関に勤めてたんですけど、30歳になった時に、まあ、大手と合併になってしまって、もう自分の人生ここじゃないなと思って、まあ、退職しまして、で、それから、まあ、当時毎年、1週間休暇、連続休暇もらえてたんで、ハワイに行って自分も癒されながらビールかと泳いだりして、でその後にちょっと海外に行きたいなと思ってオーストラリアに半年ぐらい行きました。でその後にマヤの先生の元でしっかり学んで、人の、まあ、運勢見たりとか、あとは使い方を教えたりとか、でその後はヒーリングと絡めて、霊気ヒーリングとかいろいろやってます。でそのやってた頃に、まあ、先生の集客はできてたんですけど、自分の集客がなかなかできず、でその先生ともちょっと方向性が変わったんで、そこの、事務局みたいなところを辞めまして、で集客方法を探してた時に、まあお友達が久保さんっていうなんかネオヒルズで学んでるすごい人がいるよっていうのを聞いて、それですぐご縁をつないでいただいて、すぐお友達と3人で、当時広島市にいた時の久保さんのオフィスに行かせていただきまして、でアフィリエイトっていうものがあるんだなと思って、でそこからちょっとアフィリエイト、自己アフィリエイトを教えていただいて、でちょっとハマって、で当時はブログアフィリエイトもしたりしながら、で久保さんが事務局こうサポート手伝ってくださいって言った時に、ちょっとお手伝いとかもさせて、一緒にお仕事させていただいてました。でさっきご紹介があった小野里さんも、まあ、何度か広島に来ていただいて、まあ、ご縁いただいた次第です。で今は、昼間はちょっと中小企業さんのコンサルティングみたいなことをしながら、まあ、空いた時間で自分の好きなことをしたりとか、メルマガで情報を発信してます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、じゃあ速稼塾との出会いっていうのまでちょっとお話をいただいたんですけども、まあ、りのあちゃんね、広島にいらっしゃって、で、まあ、私が速稼塾始めてすぐに、お会いする機会があってですね、私も速稼塾でアフィリエイトを、まあ、教えながらですね、お伝えしながら、私の方もいろいろ運勢について学ばせていただいて、で、マヤっていうキーワードでね、こう、私とりのあちゃんがつながったの、本当すぐだったんで、私としてもちょっと特別な存在としてね、見ていたんですけども、それが功を奏してなのか、おかげさまで速稼塾もでかくなって、気がついたら1000人以上の塾生さんを抱えるようになったのは、まあ、りのあちゃんの出会いが大きかったのかなというところもありますし、その途中でね、まあ、小野里さんとの出会いもあって、なんかその、私としてもね、こうやって、自分の存在を通じて、さまざまな方がつながるのっていうのは奇跡だと思いますけども、なんかね、小野里さんをヒーリングした後から小野里さんまでなんか良くなっちゃったみたいな、ちょっとそんなこと言ったらこじつけすぎでしょうかね。まあちょっとそういうふうにね、言わせておいてください。私から見たらそうだったんでね。いやよくリナーさんと小野里さんおかげさまですよ。あ、おかげさまで。
はい、もうね、小野田さんもなんかその、なんですかね、オリジン弁当のバイトも通らなかったっていうのは嘘だろうと思ったら本当だったというね。牛丼屋も通らなかった、バイトが通らなかったのに、なんかどうしたんだろう、あれ通らなくてよかったなっていうところですね、逆に。いや、面白いですね。あの辺もちょっと小野田さんの魅力だと思いますんで、また別の機会にね、ご一緒してお話したいと思います。で、速稼塾の出会いっていうのがあったわけなんですけども、何でしたかね、3人一緒に来てくださったのが最初だったんですよね。はい、そうです。はい。で、速稼塾の出会いっていうのは、まあ、ちょっと重なる部分があると思いますけども、いつ頃だったのかっていうことと、まあ、その時ね、どういうふうにその新しいアフィリエイトとかっていうのに対してイメージ持ったのかをちょっと思い出していただけるといいなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、確か6年ぐらい前になるかと思うんですけど、その時に、まあ、当時私そのマヤとかヒーリングのことをやってたんですけど、なかなか自分のそのお客さん紹介で、お小遣い稼ぎみたいな感じでやってて、で、昼間はコールセンターで働いてたんですけど、そこの業務が結構しんどくって、でも休みは融通きくから、両立できるからいいなと思ってやってたんですけど、なかなかその、収入も不安定で、で、そういった時に、共通のお友達で先に久保さんのセミナーを受けた方がいらっしゃって、うん、まあ、自己アフィリエイトっていうのがあるんだよ、でカード作ったらなんか1万とか2万とか報酬が入るんだよみたいな感じ で頑張れば月に3万ぐらいは継続的に入るよみたいな感じでお話聞いて、でもう一人のお友達も興味持って、じゃそれだったらちょっと会いに行きたいって言って、その場でもすぐ Facebook でつないでいただいて、ですぐメッセージやり取りさせていただいて、で本当に久保さん気さくな方だなと思って、で実際、はい、事務所に行ってお話聞いた時もなんかものすごく分かりやすく丁寧に教えてくださったんで、私は全然その、まあ、よくネットビジネス怪しいとかいろいろ言われるかもしれないんですけど、そこに対してはネガティブなイメージは全然なくて、逆になんで今までそういうの知らなかったんだろうっていうのと、あとそのお店とかで行ったらカード作った時に500円券とかそのクオカードとかもらえるけど、それを通さずに自分で自己アフィリエイトしたらこんなに報酬もらえるんだっていうところにすごいびっくりしましたね。はい、あ、そうですね、確かにクレジットカードはそのショッピングセンターに行ってね、そこでなんかこの買い物券500円もらいながらカードを作るとそれだけなんですけど、そのインターネットを通じて ASP を通じて作るとなんか1万円とか2万円とかもらえて、なんかなんでこれ教えてくれないんだみたいな気持ちになりましたよね。はい、なりました。本当でインターネットビジネスは怪しいって言うんですけども、確かにね、怪しいのは私の顔を見ていただければね一目瞭然なんですけどももうね、デカデカとポスターで出ちゃう人もいますからね、なんかこう全員極悪みたいなんでね、ちょっとねびっくりしますよねいやでもね、いろいろありますけども、うん、やっぱりこう続けていくっていうんですかね、続けている人ってのは、うん、やっぱりこう芯の入った発信もしてますし、そしてね、怪しいことをやってるっていうふうにやっぱこう思われるんですけども、やってることって至極真っ当で、なんせその最初は認知がなかったんですけども、今はねそのポイントサイトっていうのもものすごくたくさん出てきて、本当に分かりやすくなってきたっていうことと、うん、それからなんかどっちかっていうと、まあこれはねちょっと偏見も入ってるんですけども、会社員の方が騙されてるんじゃないかなというところもあってね、えらい搾取されて社会保険料とか中抜きされて、なんか手取りっていう文字がね結構ね14万っていうキーワードで一瞬バズったこともありましたけども、堀江貴美さんとかね、手取り14万お前が終わってるみたいなね、手取り14万で働いてる人の向こうには儲かっている会社っていう体質があったりとかね、なんか誰が一番詐欺ってんだろうと思ったら会社員のその経営者の方じゃないかなと思ったりね、うん、やっぱ業績が上々な大手企業があると、まあ例えばね、まあなんていうんですか、アパレルの世界とか外食の世界にものすごく儲かってる会社があるけども、じゃあ会社は儲かってるけど社員さん儲かってるんですかって言ったら、なんか汚な暮らしって言ったらねしてますんでね、うん、これからだからいろんな稼ぎ方といろんな仕事がもっともっと思いもいらない形で私たちの目の前に出てくるんで、うん、やっぱりね、私とかは昭和47年生まれですけども、う
うん、私たちが幼い頃に目指していた仕事とか収入源と全く違った世界がいきなり出てきちゃったなっていうふうに感じてね、今そこのいきなり出てきた方に私は乗れて、全然違う人生と言いますかね、私の両親なんてびっくりですよ。毎日なんか家にいて、うん、なんかお前早く就職しろよって5年前言われてましたけどね相変わらずこの暮らししたら、さすがにも最近は言わなくなったんですけど、毎月こうお小遣いとかあげてると、なんか悪いことはやめろよって最初言われてたんですけどねまっとうにやってるよみたいなね、そんなことも起きてますけども、まあ、あのインターネットの世界がどういう仕組みなのかっていうかね、また別の機会にお話していきたいと思いますけども、でも本当に悪い印象がなくてよかったです、私も当時ね当時私も手探りでやってた部分もありますけども、でもそうやってね、期待して信じてくださってる方のおかげでおかしな道に行かずに済みましたしね、あと私が地方でやってるってのもちょっと良かったのかなと、うん、地方を本当ポツンとやってるとなかなかその変な話が来ないと言いますかねまあある意味そのある程度無名でいられたのが良かったかなっていうところがありますね、はい。でもね、イレナちゃんもその速稼塾と出会って、それからアフィリエイトを中心としたインターネットビジネス、私の作った会社とかもね手伝ってもらった時期があって本当に助かったんですけども、イレナちゃん自身もそのアフィリエイトの仕組みを使って高い月収、本当に なんだこれは、この月収はみたいな経験がねあったと思いますけど、その辺思い出すことあります？そうですね、ブログアフィリエイトってやっても、私は当時エステの、広告を主に扱ってたんですけれども、まあ、そのやっぱり女性って綺麗になりたいとか、うん、あと、まあ、脱毛とかすごい興味あったりとかするけど、なかなか金額どうなんだろうとか、そういうちょっとハードル高い部分があるし、で、まあ、その当時は主婦の方と、あと久保さんと一緒に共同経営されてる FP 藤井さんの教材をまあ一番最初に買ったんですけど、それで自分で稼ぐ力っていうのをやっとつけることができて、まあ、当時本当にひたすら広告貼って、あとブログ書いて興味付けしてっていうところが、もう本当にコツコツなんか自分との戦いみたいな感じで黙々とやる作業だったんでしんどかったんですけど、でも当時その本当に自分は、ま、月商100万はどうしても行きたいなっていう思いがあったんで、やっぱり久保さんもよくおっしゃってたように環境は大事っていうところと、あと今までの関係性を本当に稼ぎたいんだったらちょっと一旦距離を置くといいみたいなアドバイスとかもいただいてたんで、ま、当時仲良かった友達とか、ま、ちょっと遊びに誘われたりとかしてもお断りして、で本当に集中してやって、でまあ、それだけの月収を上げれたなっていうところが大きかったですね、うん、確かにね、リノアちゃんと一緒に過ごしてきて、リノアちゃん自身がその月収でね月の売上100万っていうのを突破したのは私も本当に感動した覚えがありますし、あとね、リノアちゃんと一緒にやった私のセミナーでこの100万円の商品をね、私がちょっとこうネオ FP 藤井ってのと一緒に売ってみたんですけども、12人参加していただいて6名に売れたっていうのをリノアちゃんに目の前で見せることができたのは、私もちょっとねなんかこう励ましというプレゼントになったかなと思って、でやっぱりこう100万円の商品買った人がじゃあ詐欺にかかったかって言ったら、その人たちとの付き合いもやっぱりいい感じで未だに続いてますからね、うん、でやっぱり私とかが詐欺やってるのを見たら、多分リノアちゃんとか今こうやってズームの相手してくれてないと思うんでただね、やってることはコツコツなんですよね。本当に涙が出るぐらいコツコツやってて、派手なところしかこうやって YouTube とかブログを通じてお見せしないんで、ものすごくね楽に稼いでるようには見えるんで怪しいと言われるんですけども、やってることは本当に脱落する人がほとんどないぐらい地味ですよね、リノアちゃんね、はい、そうですね、こうやって何年か経ってリノアちゃんとズームライブやってるところを見て、お互いに生き残ってるってことがね本当に喜びでありますし、ここをねちょっとねすごくね象徴的な言葉でまとめた方がいて、それをちょっと引用させてもらいますけども、まあどんなことでもねそうなんですけど、このネットビジネスっていうのは、特に情報発信ビジネスっていうのは0から1がものすごく大変なんですよ、うん、で大変なんで0から1を作る過程で多くの今までの関係ある人に相談したり会ったり励まし合ったりやっちゃうんですよ。でこれが大きな間違いなんですよね。0から1を作るときって孤独に1人で友達関係を切って缶詰になってやるんですよ。で1の力がついたときに、みんな俺はこんな実績作ったよ、私はこういうふうになりましたよっていうのを広めてもらうために、1から10とか10から100のときには仲間が必要になってくるんですよね。で特に10から100のときって
ゼロから1を作った人と関わっていくと一緒に伸びていくことができるんですけども、なんかあいつ人は待てたらしいから美味しい思いさせてもらおうかな、おこぼれもらおうかなって人とつながってくると途端に怪しいビジネスができちゃうんで、そういう人とはあんまり関わらない方がいいんですよね。まあ、でもね、本当に0から1も大変なんですけども、実はね1から10とかそれから100までいく過程にいろんな雑音が入ってきたり、何か人は待ってた人におんぶに抱っこしようかなって人が乗っかってきたりね、でそういう時に一緒に作業をやりましょうみたいな人も本当に来るんですよ。でそこでじゃあいいですねみたいな感じでやっちゃうと危ない目に遭っちゃったりね。で最初それが分かんなかったりするんで、一緒にやってみたらなんかいい感じなんだけども、しばらくやってみたらなんか変な人だったみたいなことが後から分かって自分の評判までね悪くなっちゃうんで、そこは勇気を持って手を切ることも大事になってくるんですけども、やっぱこれもねこうやって、今日リノアちゃんと一緒にライブができてるってことは、なんとかねそういうのをお互い避けながら生き延びてきたかなってことですよね。だからやっぱね月収100万とかみんな目指すんですけども、100万を作った後それを維持するのもまた別の大変さがありますよね。いろんな誘惑があるしね、浪費癖も出てきちゃったりとかね、ついついハワイに行ってなんか買わんでもいい別荘買っちゃったりとかね。私は未だに石を売って儲けてますけど、はい、まあこういうふうな思い出話ができるのも本当嬉しいなと思います。やっぱりこう100万っていうのが一つのきっかけになったと思いますけども、リノアちゃん自身が月賞の100万突破したりね、やっぱ一緒にセールスをする中でこう商品が100万円のを契約する人がいたわけじゃないですか。100万円の商品ですからね、皆さんそんなにね裕福だったり月収が高いわけじゃないのに、やっぱりじゃあこの人と一緒にビジネスやろうと自分を儲けていこうって形で一つの商品買っていただく中で、リノアちゃんとしても自分の商品の価格をつけるときにものすごく大きなヒントになったと思いますけども、そういうことって何かありました？そうですね、とやっぱりずっとそのブログアフィリエイトでは月賞100万だったんですけど、自分の商品はせいぜい、まあ、1万5000円がマックスみたいな感じだったんですよ、うん、で高額商品売りたいけど売れない、誰が買ってくれるんだろうってい う, こうマインドブロックがすごいあって、うん、お金に対してのブロックも強いし、でその例えば20万30万の商品を自分が作って売った時に誰が買ってくれるんだろうっていう不安があったんですけど、まあ、当時アメブロを使ってたんですよ。今はワードプレスにしてるんですけど、その時に、まあ、その最初、藤井さんが、まあ、メインとなって、久保さんがちょっとサポートで入ったメルマガ合宿に参加して、そこからハードルが高かったメルマガを毎日かけれるようになって、うん、で、その後、まあ、和田さんと3人交えた時に、今度はなんかそのブログの構築とか、なんか情報発信の合宿がまたあって、そこからブログを毎日更新し始めて、そうしてた時に毎日いいねをくれる人がいたんですよ。でもその人のプロフィールを見ても何も書かれてないし、どこに住んでるのか性別もわからない。で、記事も一記事だけなんか簡単に書いてあって、でもその人がいつもいいねをくれるんですよ。で、ちょっと不思議だったけど嬉しくって、それがすごい励みになりまして、で、その時に、まあ、あるコミュニティに入って、ちょっとライティングのスキルが欲しいなって思った時に、まあ、ある方が高額商品をプロデュースしてくださって、その前に、まあ、自分でクリスマスプレゼントの企画をやって、無料プレゼントを配ったんですよね。で、その時に、そのブログを毎日ねしてくれてた人が、実は宮崎県に住んでらっしゃって、まあ、女性っていうのが分かったんですよ。はい、でその後自分の高額商品を売った時にその女性が購入してくれまして、うん、まあ、その方も初めての商品だったんですけど、でも主婦で普通に働いてた方がなんか自分のやりたいことを見つけて、結局、なんかハンドメイドの講師になったりとか、すごいその人の人生までガラッと変わったっていうのが嬉しかったですね。それはすごくいいエピソードを聞かせていただきました。うん、やっぱりそこにね、リノアちゃん、一つ、運の要素が入ってきてると私は思ったんですよ。どんな運かっていうと、その、毎日、いいねを押してくださる方ね、はい、いると思いますけども、継続していいねを押してくださる、その前提として、継続して発信してるってところがあるじゃないですか。はい、だから継続して、その情報発信していると、やっぱ運が舞い込んでくることだと思うんですよ。はい。
あ、すごい、こんな人いるんだ、嬉しいなっていうふうなね、喜びですとか、励ましですとか、最終的にはお金を運んでくれる、まさに運命っていうのは、運んでくれるっていうふうに、命を運ぶって書きますけども、うん、私たちの命をすごくね、いいところに連れてってくれますよね。はい。まあ、ですんでね、やっぱりこれ、今日ね、運をね、呼び込みたいと思っている人が、もう大半だと思います、今日参加してくださる方ね。運を呼び込むためには、やっぱりね、継続して発信することが、この情報業界では、もう必須なんですよね。自分の存在を知らせないところに、誰もいいねの押しようがないんで。で、いいねをずっとしてると、発信してる人はやっぱ嬉しいんで、その人は誰なんだろうと思って、今みたいに調べに行くんですよ。で、どうしてもいいねを押してくれる人が知りたい、恩返しをしたい、自分の持てる力でこの人を幸せにしたいっていう恩返しが始まるんですよね。多分それが高額商品になっていくんですよ。で、高額商品を販売するときに、リュナちゃんも今ね、ちょっとマインドブロックがあって、マックスで1万5000円っていう、そういう時期もありましたけども、今はね、結構大きな価格のものを売っていけてると思うんですよ。これはね、なんでか分かります皆さん。これはね、責任が取れるようになったってことなんですよ。20万のものを売っても、30万、いや、50万とかね、100万のものを売っても、いや、100万以上の私はサポートができる、責任を持てる、命をかけることができるっていうふうに思えるから、その金額つけられるんですよ。だから逆に言うとね、20万、30万、50万の商品を売れないってことは、そこまで責任持てませんよっていう表現なんですよ、これは。で、1万とか2万のものが販売のマックスだということは、その人が責任を取ってくれるのは1万、2万程度のもので、いざとなったら返金すればいいんでしょって、そこにずるさが入ってるとまで私はね、ちょっとこう厳しく言わせていただくんです。今日はね、リーナちゃんいいとこまで言ってますんで、これがね、1万、2万しか売ってない人に言っちゃうとね、いじめになりますけども、でも今思えば自分が責任が取れる金額の範囲がものすごく増えたってことですよね。これ、そのぐらいの気持ちで自分の商品ですとかサービスを作ってるってことですもんね。そうですね、はい。まあ、ですんでね、高いものほどいいものがあるのはこの資本主義の世の中は現実なんですよ。で、その中でもいいものをより安くって言葉は確かにありますけども、この言葉自体がすごく矛盾をはらんでいて、いいものは高くなるに決まってるんですよね。うん、ただやっぱりなるべく自分の寝頃っていうものがありますから、やっぱり無限にお金も作れませんしね。だからそういう意味で言うと、販売者っていうのはものすごく購入者のことも考えて、むちゃくちゃな金額をつけないようにしてるんで、やっぱりその辺は20万とか30万という寝頃感が出てくるのと、20万30万っていうのはやっぱりね、ちょっとやっぱりこう気軽に払える金額じゃないんですけども、それも私たちは理解してるから、払っていただいたことにもう100万円とか200万円分とかね、お返ししようと思って10倍返し100倍返しするぐらいのその恩返しの感覚、まさに提供と感謝のね、マインドがそこに入ってるんですよね。ですから皆さんもこれから商品を今度は作る側になると思います、皆さんね。今日、運命の取っかかりの話をちょっとさせてもらいました。継続して発信すると運が舞い込んでくるよってことです。今日お集まりいただいた方、これね、今日何人 ?13 人になってます。私とリノアちゃんのアカウントが入ってますんで、純粋には11人ってことになりますけども、11人分の運命と私たちは今出会ってるんですよね。これね、発信してなかったらこの出会いないんで、ものすごくそういう意味で言うと、こうこれをね、今日をきっかけに一つでも多くのことをね、伝えていきたいですし、少しでも運が向くように、リノちゃんも今日一生懸命ね、後半またお伝えしてくださると思いますんで、引き続きお願いしたいと思います。そして高額商品については、そこまで責任を持って私はできるようになりましたってことですからね。儲けてやるぜ、もう儲けるためにお金を高いものを売ってるんだっていうことばかりじゃないですからね、うん、でやっぱりこうリナちゃんも利益がいっぱい取れてくるようになると、それを今度さらに自分のね、サービスレベルを向上するために使っていきますもんね。そうですね、やっぱりその購入してくれた人も幸せになってほしいなと思って、なんかできる限り自分の時間使ってサポートするようにも心がけてましたね。え、どうありがたいじゃないですか、それが。その気持ち、まさにマインドが大事っていうのはそういうこともありますよね。はい。で、ただいまね、リーナちゃんがインターネットを使って情報発信してると思いますけども、まあ、どんな媒体を持ってるかってことと、それぞれのテーマなんていうのがあったら、ちょっと教えていただいていいですか。はい。まず一番、こう、メインでやってるのは、今、メルマガでして、そこで、
前半部分と後半部分に内容を分けてるんですけど、前半はまあ日々の自分の出来事だったり、マヤカレンダーとのシンクロだったりとか、あと私、まあ、食とか健康とか興味あるんで、そういうお話も書いたり、で、後半は、まあ、その、今日はこんな日っていうのを、前半後半とで、マヤカレンダーのエネルギーを読んだ、日々のメッセージを配信してます。で、ブログはその、メルマガを掲載して、で、あと時々自分の商品販売するときに使ったりとか、で、限定記事とかをパスワード付きで使えるようにしたいなと思ったんで、まあ、ワードプレスに移行しまして、で、その、特定の商品をちょっと販売したりとか、ちょっと有料記事にしてるときとかは、そのワードプレスで、パスワードで鍵かけて、コンテンツ販売とかしたりしてます。で、今は、やっぱり YouTube、久保さんもずっとそうだったと思うんですけど、もう、本数がすごいですし、やっぱりこう、YouTube 見てると、そのファンとの関係性がより身近になって構築しやすいなっていうのを思ってたんですけど、やっぱり顔出しするのと、その一人で喋るっていうところに、またそこにマインドのロックがかかってて、もうなかなかできなかったんですけど、でも本当にやらないといけないな、なんかもう今からはデジタルコンテンツなんで、動画の時代だな、動画マーケティングって言われてるんで、やっぱり今動画もちょっと頑張ってます。あとは、ちょっとプライベートの部分では、インスタを活用して、まあ、写真をアップしたりとか、まあ、食べたものとか、で、まあ、風景の写真とか、パワースポットとかの写真を載せたりしてます。そんな感じで活用しております。はい。とってもいいじゃないですか。特に最近は YouTube がね、だいぶ更新されていますんで、りのあちゃんの可愛い顔が、毎日、私の更新通信出てきて、非常に嬉しいなと思いますんでね。ありがとうございます。でもね、本当 YouTube について言うと、視聴者さんとの関係性が濃くなるのは本当にそうで、やっぱりね、いろんなメッセージとかコメントの方をいただいて、そのコメントを書いてる人同士も仲良くなっちゃったりとかっていうのが起きてきますし、まさにね、その運命を運んでくるんじゃないかなと思います。特にりのあちゃんの場合は、まあ、運命っていうのはね、命を運ぶって書くんで、私なりに分解すると、衣食住のことなんじゃないかなと思うんですよ。とても、なんか清潔なところに住んで、整理整頓できる環境にいて、で、着るものがね、とてもこう、まあ、高いものを着るってわけじゃないけども、いつも清潔にしていて、感じよくってですね。それから、美味しいものを食べたり、健康にいいものを食べることによって、衣食住が整うことによって、まあ、とってもいい運勢が来るんじゃないかなっていうところとね。あと、その、りのちゃんが情報発信をこうする中で、これからお話しいただけると思うんですけども、多分感動もかなりされてると思うんですよ。はい。ね。で、どんな感動があったのかってことをちょっと思い出せる部分があったら聞いてみたいんですけども、いいですかね。はい。まあ、私もお小遣い企業みたいな形で、まあ、ずっと十何年やってきてた部分があるんですけど、やっぱり当時はこういうふうにインターネットビジネスとかインターネットで集客っていうのがまだまだ発展してなかった時期だったんで、リアルにこうイベントに出てスピリチュアルの、イベントとかにも出てて、まあ、小野田さんと久保さんにも当時来ていただいたことがあったんですけど、その本当に最初にイベント出始めの時に、ワンコインかそれぐらいで、マヤのその人の流れを見てたんですよ。そしたらなんか当時本当にいっぱい一日中いろんなお客さんが来てくださって、で、その中で学生さんも相談に来てくださったりして嬉しかったですし、で、一日目が終わった後に、あ、ちょっと疲れたなって思ったら、ふっと差し入れで、ハーブティーよかったらどうぞ飲んでくださいっていう女性がいて、一瞬何が起こったかわかんなくって、そしたら、その方、隣のブースで、そういう、健康に、ちなんだ商品とかハーブティーでらっしゃる女性だったんですけど、その一日中私がやってる姿にちょっと感動しました。よかったら飲んでくださいって言われたのが本当に嬉しくって、で、それがもう、ずっと忘れられず、初心忘れるべからずと思って、今もその思い出はちょっと大切にしながら、自分がちょっとおごりそうな時は、それを思い返したりとかして、やってます。はい、ありがとうございます。
そうですね、情報発信していると今みたいな感動に出会えることっての本当にあって、多分今日参加してくださっている方の中にも YouTube ですとかインスタグラムとかね、 Twitter とかされている方いると思いますけども、やっぱりこう怖いことも起きるんですよ。やっぱりね、匿名の方が心ないことを発信してきたりとかしますんで。でもやっぱりね、それ以上に癒しとか喜びってのがこの世界にあります。やっぱりこう向こうにいるのは同じね、人ですから、人を傷つけたい人ってのはあんまりいなくって、できれば何かお役に立ちたいとか励ましたいなって人の方が多いと思うんですよね。そういう人の出会いがこう開いていくというのがやっぱ感動ではありますね、うん、すごいじゃないですか。よかったですね。やっぱりそういうちょっとしたことを触れるとね、普段の暮らしでも周りの人に優しくしたいなっていう風な気持ちにもなっちゃいますよね、それでですね、やっぱこう私たちの暮らし、今運がいいことも起きるんですけども、結構世界的にちょっと怖いことも起きてると思うんですよ、はい、その辺でちょっとね、時事問題についても触れていきたいんですけども、昨年から今年にかけて、そしてこれからも続くと思いますけども、例の感染症がありますけども、この被害とか影響とかね、なんか受けているところがあったらちょっとこうお話しいただきたいなっていうことと、同時にこれから世の中どういうふうになってほしいかな、どういうふうになってほしいから自分はスピリチュアルのパワーを送っていきたいんだってことがありましたら、合わせてお話しいただきたいと思いますけども、お願いします。そうですね、感染症こんなに長く続くとは思わず、で私も、もちろんマスクしたりとか用心してるんですけど、でもかかってしまうときはやっぱりかかってしまう可能性もあると思うんですよ。でコロナブルーの人の気持ちとかはちょっと分かんなかったんですけど、今年の5月の連休の時の前からちょっと風邪ひきまして、で喉が痛かったんですけど、私喉が弱かったんで早く病院に行けばよかったんですけど、なんかこうなかなか行く機会がないし、病院も好きじゃなかったんで、治っては良くなってっていう感じだったんですよ。でそれが結局悪化してしまって、でも連休後にやっと病院に行けて、でそしたらもう体がしんどかったんで、本当に歩いていける距離の病院に行ったら、そこのお医者さんが高齢で、あんまりちゃんと見てもらえなかったんですよ。でそれからだいぶ長引いて、で当時そのお昼でちょっと働かせてる会社のところが、PCR 検査してくださいみたいな感じで言われて、でそこで感染者として疑われるんだなと思って、一応結果は大丈夫だったんですけど、なんかその人に感染させてしまうリスクっていうのと、やっぱり自分も本当に健康気をつけないといけないなっていうのも思いましたし、で、もし感染したとしても、そうですね、なんて言うんでしょうか、命があったら何でも好きなことができるなと思ったんですけど、その時本当に悪化して、咳込んで夜も寝れなかったりとか、咳に殺されそうなぐらいになっちゃったんですよ。なので、本当に健康ありきの人生だなっていうのをその時初めて知りまして、でやっぱりもうやりたいことを全部やりたい、やっていくような人生にシフトしないといけないなと思いましたし、残された時間いつまであるかっていうのは本当一寸先は闇だなって思う経験も、最近しまして、でそんな中でやっぱりこう自分のやりたいことをやったりとか、思い残しのないような人生にしていきたいなって思いました。であとこれからの、そうですね、と世界がどうあってほしいかっていうのは、もちろんそのコロナのこととかも大事なんですけど、やっぱりその地球環境を良くしていきたいですし、で、子どもたちがこの今やってる義務教育よりも、その海外の人たちって早くから自分の才能とか、そういう得意分野を磨く方が大きいので、知り合いがフリーランスの学校をやってるんですけど、そういう学校が増えていったりとか、そういう教育に変わっていったり、あと100年後も200年後も地球が残ってるような環境づくりにしていきたいなと思ってます。まさにね、リノアちゃんが今やってることがそのまんま未来を作ってると思うんですけども、どうですか皆さん、学校の授業でスピリチュアルとか運命とか運勢とかってありますかね？ないですよね。
ということは、学校教育で足りないことをりのちゃんとかが、まあ、非常にね、幅広くやっていただいてるってことによって、未来は少しずつ確実に変わってると思うんですよ。でもちろん、国語算数理科社会も大事なんですよ。やっぱり文字が書けないとラブレターも書けないですし、それからね、算数ができないと、会計の計算とかできないんで困るんですけどもね。でもやっぱり私たちは学校の教育だけではとてもじゃないけども生きていけないので、これからね、人を思いやる気持ちとか、どうやって仲良しを作っていくのかとか、あとはね、どうやってきれいに人と別れていくのとかね、喧嘩別れじゃなくて本当にそっとね、気の合わない人とはなんとなく縁がなくなっていくようなね、そんな運勢の作り方もあると思うんですよ。そして今日りのあちゃんがね、お話しいただいたことっていうのはどうですか、皆さん。皆さんを幸せにするための言葉しか出てこないですよね。もう妬む気持ちとか、あの野郎この野郎っていう、こういう言葉は人生送る上で必要ないってことなんですよ。もう常に口から出る言葉は誰かを育むものであったりとかね、いたわるものであったりすれば、それで十分なのかなと思うんですよ。まあ、ついついね、カーッとなってしまう気持ちっていうのもあるんですけども、それもやっぱり体内の水の流れ、波動の流れ、運勢の流れによって自分から癒していく、沈めていくってこともできると思います。まあ、それが私、健康の本当の意味だと思うんですよ。やっぱり咳込んでみたりとかね、体調が悪いとどうしてもね、自分のマインドもいわゆるちょっと悪い方に傾いていっちゃったりとかね、なんかこう健康ってものが本当ありがたいんですけども、普段健康の大切さを忘れた自分へのしっぺ返しとも言えますんでね、いろいろと考えることがあったと思います。まあ、そういう意味で言うと、たまに病にかかるっていうのは、なんか思い上がった自分の気持ちをね、なんか見つめ直してくれるなというふうに、ちょっと今日はね、まとめさせていただきたいと思いますけどね。それもいい経験だったということですね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。ぜひこれからもね、いいパワーを世界に振りまいていただきたいと思います。じゃあね、りのあちゃんのそのパワーといいますかね、まあ、商品といったらちょっと聞こえが悪いんですけども、りのあちゃんがこれからどんなサービスを提供していただけるのか、ちょっとその辺の紹介をしていただけたらと思いますけども、いかがでしょうか。はい、まあ、今まで自分が一番メインでやってきたことがマヤだったりするんで、マヤカレンダーを使って人生が変わっていった人もいますし、で、まあ、その経営者様からも時々流れ見てほしいということでご依頼いただいたケースもありまして、でやっぱりそういう、こう、なんていうんですかね、自分で事業されてる方って、ある程度自分の感覚も持ってるんで、なんか変わり時かなとか、ちょっと迷いがあった時に、何かヒントにしていきたいみたいなんですよ。で、それで、マヤのカレンダーをもとに流れを伝えていくと、なんか腑に落ちたりとか、あ、本当に3年後、こういうタイミングでちょっと事業を考えてて、どうしようかなと思ってたんですっていう方がいらっしゃって、その方は今、大手から当時、まあ、そこの会社名とか言えないんですけど、そこの会社の利権を買って、今違う事業をされてたりとか、で、その、マヤを使って人生が変わったり、自分の流れ、あと人との関係性とか、家族、パートナー、子供関係とか、その、会社の人間関係とか、そういうのがすごく腑に落ちていくんで、なんかそういうのは、ぜひ人生のヒントとして活用していただけたらなって思います。あとは私はまあ情報発信してて、ブログとかメルマガとか書くスキルっていうのは、もし副業で何かしたくって、転売とかいろいろあると思うんですよ。で、まあ投資もあると思うんですけど、投資ってすぐにじゃあできるかって言ったら、なかなかそのチャートを読んだりとか大変だと思うんで、一番取り組みやすいのは、やっぱりその書くスキルを身につけて、ライティングとかやっていくのがおすすめかなと思ってます。はい、ありがとうございます。マヤのカレンダーっていう言葉が今日は何回か出てきましたけども、今日ね、そのことをご存じない方に簡単に私の方から説明すると、マヤの歴史っていうのは基本的にね、農業とか、それから天候ですよね。こういったものを元に作られてるって聞いたことがあるんですけども、わかりやすく言うとね、現在私たちは365日を1年の周期としてバイオリズムを測ったり、週とか月っていうのを意識してると思います。でも、マヤっていうのもね、実はね、360日プラス5日っていう365日歴で生きている面と、あともう一つ、260日っていう歴史ですよね。はい、13×20 ってやつ、20ヶ月を13日かけるかな、13日かけ20ヶ月か。
こういうふうな。20日ですね。あ、20で、そうですね。すみません。なんかこんがらがっちゃいましたけども、これを組み合わせてね、52年一周期っていうのを作ってるんですよね。はい。で、52年っていうと、どういうことなのかな。だから、かける倍すると、だいたい104年ってことで、人生100年時代にちょっと近いのかなって私、感覚があるんですよ。はい。まあ、ですので、52で、周期を測っていくと、ちょっと私たちの普段の暮らしとは違った角度から運勢が見えてくるのかなっていうところが、私たちが普段感じている星占いとちょっとね、違うマヤのパワーなのかなっていうところが、私はそういうふうな理解をしてるんですけどね。だからマヤの暦っていうのは、何もね、わけのわかんないことを言ってるわけじゃなくて、単純に周期がちょっと変わってるだけなんで、その変わった周期からあなたを見ていきますよってことがあるのかなと思います。それからもう一つライティングのことなんですけども、確かにね、ライティングスキルって、人に物を伝えたときって、まあ、話すっていうスキルも大事なんですけども、書くスキルも大事になってきますよね。だから人に物を伝えるっていうのは、自分の心の中にあるものを正確に伝えないといけないときに、その正確に気持ちを伝える文字とか文章ってものがちょっとデタラメだと誤解されて伝わっちゃうんでね。だから自分の気持ちをまっすぐ伝えようと思ったら、書くスキルっていうのを今一度見直す必要があるのかなと思いますけども、なぜか社会に出ると書く機会っていうのはすごく減っちゃうんで、やっぱり意識して書くタイミングっていうのを作っていかないといけないですよね。そのためにも、そのブログを書いたり、リナちゃんみたいにメルマガを書いたりってことが必要になりますけども、やっぱり繰り返し書いてると上手になっていくんですよね。だその辺も自分には書くスキルがちょっと自信がないんです。だから発信がいまいちできてないんです。継続できてないんですって方は、りなちゃんのそういったライティングスキルを学んでいただければいいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、この後、りなちゃんにメッセージを送っていただくと、りなちゃんから個別で動画でメッセージが来ると思いますので、がぜん、勇気が出ると思いますよ。やるぞって気持ちになると思いますんでね、送ってみてくださいね。それでいいですかね。はい、いいです。ありがとうございます。じゃあ次になりますけども、今、紹介できるりなちゃんの価格がついてるサービスっていうのはどんなものがあるかちょっとご紹介いただけるといいかなと思いますけども、いかがでしょうか。まあ、このマヤカレンダーをもとにですね、私はその人の人生の流れとかを読み解いてるんですけど、で、まあ、1年周期とあとまあ年表で10年分ぐらいとかっていうので流れをお伝えしたりとか、その人のこう特化した今こういう流れの時期だよっていうのをこと細かく書いたりとかしてるんですよね。で、それプラス、まあ、そのカレンダーではヒントにしてほしいんですけど、やっぱりもっとこう自分の願いとか思いを叶えるお手伝いをよりこう強くサポートしたいなって思った時に、香りを使う方法を知りまして、メモリーオイルっていうメモリーオイルっていう願いを叶えやすくするオイルなんですけど、まあ、それをその人の願いに合わせてこうブレンドしたものとかをプリントアウトして一緒に送ったりとかしてるのが1万3000円でして、うん、であとはその半年間コースで定期ヒーリング と、パワーストーンでこうマヤのヒーリングでちょっと一緒にオリジナルで作ってるんですけど、それはだいたい半年で2万円ぐらいでやってます、はい、であとはそのヒーリングの伝授とかもできるんですけど、それは今ちょっとモニター価格でいくらでやるかっていうのはちょっと考えてます、はい、であとはそのマヤの魔法学校っていうのがありまして、うん、それはこのマヤカレンダーを勉強するだけじゃなくて、まあ、実際に私みたいにこう暦を教えたりとかヒーリングしてその人の運命を読み解いたりカウンセリングのスキルとして使っていきたいっていう人と、あとはやっぱりその自分で集客しないといけないので情報発信の仕方とか、あとはライティングのスキルとかで、その人が持ってる商品とか何か売り出したいものがあったら、まず私がちょっとお手伝いして一緒に商品考えてプロデュースしてっていうのが一応、まあ、28万から30万ぐらいで高額商品で扱ってます。今のところその商品がメインになってます。はい、ありがとうございます。やっぱりね、基本に忠実と言いますか、1万円前後のものがあって、中間の価格のものがあって、30万前後の高額商品と言われているものがあるというね、小畜梅で言ってますけども、一部モニター価格ではっきりとね価格を言ってないものがありますけど、それについては個別でメッセージを送って、モニター価格私のプライスでお願いしますっていうふうに交渉してみてくださいね。
で、切られた人はモニター価格がなぜか50万とか言われるかもしれないけども、きっと今日来てくれた人はね、大好きになっちゃってると思いますね、リノアちゃんも。ものすごく柔らかい価格でご案内いただけるんじゃないかなと、私からも釘を刺しておきますんで。はい。まあでもね、本当にマヤっていうのは、多くの方、その歴史をご存じないと思いますし、マヤで行われていた、いわゆるね、占いってものを、多くの方は知らないと思うんですよ。でも、マヤの歴史っていうのは、まさに神官が、占いによって、すべてを運行していたぐらい、神官のね、占い師の地域っていうのは強かったんですよ。ね。そうだったんですよね。確か王様がいて、その次ぐらいが神官だったんですよね。うん、で、国によっては、時代によっては、王様が神官を兼ねていたぐらい。要するに、占い師が国をどういうふうに運営しようかっていうのをずっと決めていたんですよね。で、皮肉にもですね、皆さん、すごい皮肉にも、占い師が、これこれこういう時期に、南の方から、西の方からね、白い蛇に乗った神の使いがやってくる、その時我々の文明が滅びるんだっていう予言を残してたんですよね。みんなそれ信じて暮らしてたんですよ。そしたら、スペイン軍とかね、ポルトガル軍が、なんか、やってきて、あれがまさに神様じゃないかなってみんなで迎えて、いや、私たちの歴史は終わるんだって本当に終わっちゃったんですよね。それで、いわゆるこれ侵略劇だったんですけども、現地に住んでいたマヤの、いわゆるね、先住民族っていうのは、自分たちの時代が終わるんだなってことをそこで覚悟して、なんか終わっていったっていう説もあるんですよ。私はなんかね、結構その説を信じているんですけども、はっきりとした滅亡の歴史は、文章が全然残ってないんで、全部焼き打ちになっちゃったんでね、わかんないんですよね。でその辺もマヤの運命をすごく神秘に感じさせるところではあるんですけども、3114年紀元前からやっぱりね、大体そうですね、15世紀ぐらいまでなんで、4500年ぐらい続いてきた、それこそ4大文明に含んでもいいんじゃないか、5大文明になるんじゃないかなぐらいのね、マヤ文明なわけですよ。なんですかね、都市の数を上げればキリがないんですけども、本当にたくさんの王国ができてきて、で、その癒しの力とかね、それから、いたわりの心っていうのはものすごく育んできた民族だと思うんですよね。その中で、その根幹をなす、ヒーリングというものとか、占いっていうものとか、前の力っていうのはすごいなと。その代わり、攻撃をする力とか、人を貶める、そういう文明は全くなかったんで、武器一つなかったんで、あっさりと、侵略されてしまったんですよね。なんかそういう悲しい歴史もありますよね。はい。なんかね、その戦争するときに石を投げてたわけですから、そこは本気で石投げて戦争してたんですよ。そこに鉄砲とか馬がやってくるんで叶わないですよね。そうですね。だから戦争兵器とかを発達させたりとか戦術を編み出すよりも、どうやって人をいたわろうか幸せにしようかっていうところだけがものすごく発達した文明だったと思いますし、だからこそ侵略されて滅ぼされてしまったっていうね、そういうふうな皮肉もあったかなと思ってますけどもね。だから癒しとかをね、しっかり学ぶためには、その伝承の末裔であるリノアちゃんから学んでいただいて、運をいい方向にね、向けていただきたいかなと思いますけどね。商品の紹介ありがとうございます。さあ、それではだんだんね、番組も佳境になってきましたけども、リノアちゃんがこれからやりたいことをちょっと自由にね、5分くらいでもいいですけども、お話しいただきたいと思いますけども、これからどんなことをやってみたいと思います？そうですね。まあ、私、まあ、一緒にこう、マヤの魔法学校でやってた人たちが、やっぱり途中で挫折してしまって、また元の生活に戻って情報発信とかやめちゃった子とかもいるんで、もうすごいもったいないなと思って、でもそれでも頑張ってほしいなと思って、いろいろメッセージもしてたんですけど、なかなかちょっともう難しくなっちゃって、その子は。だからこう、自分と同じような思いで、マヤに取り組んでくれたりとか、情報発信していきたいなっていう女性起業家さんを増やしていきたいなっていうふうに思ってますし、あと、やっぱり私はヒーリングの力、人を癒したりとかする力っていうのもすごい大事だと思いますし、やっぱり家族がちょっと、体調が良くなかったりとか、で、遠隔地でお友達が、調子が悪いとか、なんかこう悲しい気持ちになってたりとか、そういう時に、その遠隔ヒーリングとかでサポートできるんで、まあ、霊気ヒーリングってもう古いって結構言われてるところもあったりするんですけど、私はやっぱりそこは
遠隔できたりとか、ヒーリングのスキルっていうのは一生ものだと思うんで、なんかその霊気をまたちょっと違う形で広めていきたいなって思ってます。はい、ありがとうございます。なんか今お話聞きながらね、私も会社で、まあ、リノちゃんと一緒に、それから他のね、役員と一緒に、東京に行ったことを思い出しましたね。はい。あそこでも非常に貴重な経験させていただきましたけども、遠隔ヒーリングっていうキーワードで出てきました。この遠隔ヒーリングっていうのは何もね、今急に生まれたもんじゃなくて、結構昔からされてる方多いですよね。そうですね。だからその遠隔ヒーリングできる方は、そんなにたくさんいないんですけども、その少ない中でもリノちゃん、しっかりとやってくださいますので、ぜひね、遠隔ヒーリングも試していただければと思います。もう今はね、その、携帯電話の電波よりも、人の思いの力の方が強いと思いますんでね、今こういう時期だからこそ、ぜひね、精神で人とつながることを、こう、やってみていただきたいなと思います。ありがとうございます。それではね、今日、このライブに参加してくださった方、いらっしゃいます。11名ですかね。11名。それから、これ YouTube でもすぐに公開されると思いますけども、この YouTube をご覧の皆様に、リノちゃんからメッセージがありましたら、そちらの方もね、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。当日日程が合わなかった方ももしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけど、最初、まあ、その、無料セミナーって言っても、今無料って結構やってるところがあるんで、どれだけの方が参加してくれるのかなって、やっぱりちょっと不安だったんですよ。で、最初申し込みが1人2人みたいな感じでして、で、しかも、ちょうど連休の中日じゃないですか。なので、ちょっとどうかなと思ったんですけど、なんか最後、結構連日で追い込みで、たくさんの方が集まってくれて、前の数字にちなんだ13人っていうところもなんかすごくシンクロしてて嬉しいですし、あとその YouTube でこう見てくださってる方も、まあもしかしたら初めましての方がいるかもしれないんですけど、まあ私もこうやって情報発信してますし、あと久保さんはそのインターネットを使ったビジネスとかで、シングルマザーの方とか、女性のお悩みとかもいろいろとこう、アドバイスしてくださったりとか、稼ぎたいっていう人にはそのスキルとか、マインド的なお話とかもすごくできる方なんで、もしよかったら、また私も久保さんもこういった、ライブ放送をですね、継続していきたいと思いますので、またぜひご視聴していただいたり、で、後日また次回やるときは参加していただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあまあ、今回をきっかけに、これからね、ある程度継続的にリーナちゃんとはこういった皆さんに運を、まあ、なんですかね、送るための放送をしたいと思いますので、またその時集まりましょう。ありがとうございます。それでは今日ね、最後になりますけども、リーナちゃんの、じゃあどうやって、一体ね、どうやってリーナちゃんに連絡取ればいいんだみたいなことをね、なんかそろそろ声が聞こえてきそうなんで、連絡先と、あとね、プレゼントがあると思いますので、はい、何かその辺を、最後にお願いします。はい。まず私の連絡先、まあ皆さん、メルアドで連絡取り合ってると思うんですけど、一応こっちが、問い合わせ先になります。で、公式 LINE があるんで、まあちょっと公式 LINE だと割とレスポンス早めに返せますし、あと個別にこう、なんていうんですかね、普通の LINE みたいにやり取りができるんで、ちょっとお友達感覚だったりとか、なんか気軽に聞きたいなっていうときは、こっちの公式 LINE に登録して、お問い合わせいただければなと思います。はい。で、プレゼントなんですけれども、まあ、さっき、話したヒーリング、遠隔ヒーリングにはなってしまうんですけど、その、今叶えたい願いとか、そういうのをサポートできるように、ヒーリングのプレゼントと、それはちょっと前では魔術の神の日っていう、こう、マジックが起こる日を絡めてやってるんですけど、本当にこう、マジックが起こったりとか、人生こう、変化するきっかけになった方々とかもいらっしゃるんで、その魔術の神の日に合わせて遠隔ヒーリングを、こう、1名の方に抽選でプレゼントさせていただきまして、で、あとはさっき言ったこのメモリーオイルなんですけど、まあ、これをですね、まあ、金運アップセミナーなんで、金運アップしたい方、お一人と、あと、もう一人の方は、何かこう、自分の今叶えたい願いをブレンドしていくんで、
あのメモリよりのブレンドに関しては2人で全部で3名様にちょっと抽選でプレゼントしたいと思います。であとはですね、今日参加してくださった皆様にはですね、まあ、金運アップセミナーっていうところでやっぱり自分の金運をすごい上げていきたいと思うんですけど、私がまあチョイスしたカードを、それぞれ個別に金運をサポートする石をパワーストーンのカードから選ぶので、まあ、ぜひその、まあ、他にメッセージとか、なんて言うんですかね、入金口癖、金運アップする口癖とかも一緒にこう個別に後日リーディングしたものを送らせていただきます。はい、であと、まあ、最後にはなるんですけど、お金持ちの方がですね、こっそり言ってる秘密がありまして、それがですね、なんと1ドル札を皆さん入れてるらしいんですよ。で、なんでかっていうと、このピラミッドパワーが重要みたいですね。なので、ぜひ1ドル札を手に入れて、ちょっとお財布に入れておいていただくと、あの、臨時収入があったりとか、何かしらの金脈につながっていくので、ぜひご活用いただけたらなと思います。はい。はい。たくさんプレゼントが出てきましたけども、そんなにプレゼントあげたら、りのあちゃん破産するんじゃないでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。じゃあ、もっともっと皆さんね、たかっていきましょう。ぜひね、ご応募代わりに、りのあちゃんの方にメッセージを先ほどの連絡先から送ってみてください。で、今ね、ご質問いただいたんですけども、りのあちゃんの YouTube チャンネル、これチャンネル名っていうのはどういうふうになります？名前でりのあマヤンライフにしてます。はい。リノはマヤンライフ、マヤの生活ってことですね。はい、そうですね、はい。あ、ちなみに今あんまり吸う人が減りましたけど、タバコってマヤから持ってきたっていう話ありますけども、そうなんだ。確かコロンブスがね、アメリカ大陸に行った時に現地の人がモクモクモクっていう煙をなんかその、はい、楽しんでるのを見て、ちょっと吸わしてくれって言ってね、ゴホゴホとしながら、これがタバコかっていうふうにそのヨーロッパに持ち帰ったのが始まりだそうなんですよ、はい、でマヤの神官っていうのもお香を焚いてね、その煙の中で幻覚を見たものを話して皆様にお伝えしている、そんな占いもあったぐらいで、はい、結構現地ではものすごくきついねタバコを吸ってたらしいですね、うん、なんかちょっとしたことを思い出してね、それが全てじゃないと思いますけども、いろんなヒーリングの方法ですとか占いの方法ですとかね、あったんだなとちょっと思い出しましたね。何にしてもね、マヤ文明っていうのは不思議なことが多いんですけども、でも文明が滅びたのに教えは今までもねこうやって続いてるってところに ECL のようにね、なんかね神秘を感じるかなというところがありますね。はい、じゃあプレゼントの方もありがとうございました、それではね、番組は終了してしまうんですけども、最後にね、皆さんの方から今質問がありましたけども、他にご質問があるようでしたら、ちょっとりのあちゃんに回答いただければなと思いますけども、それを最後のコーナーにしましょうかね、今日はね。はい、まあ、特にご質問なければ、というか、言いにくい質問が結構ね、あると思いますので、それはちょっとダイレクトメッセージりのちゃんにしていただいた方がいいかなと思いますので、ちょっと今思いつかないな、ちょっと恥ずかしいなってことはそのままで結構ですからね、YouTube に出ちゃいますんで、はい、特にないですかね。コメント欄に書いていただければと思いますけども、ちょっとなさそうかな、書いてるところかもしれませんね。お、これね、ちょっと小野田さんせっかく来ていただいたんで、久しぶりの小野田さん、はい、はい、YouTube が、あ、こんにちは。 YouTube がね、今必死に検索してるんですけど出てこないんですよ。あ、本当ですか。りのあちゃんのまだ多分チャンネル登録者数が少ないからとかじゃないですかね。なんて検索したらいいですか。リノはリノはマヤンライフでやってるんですけど見えない見えないリノアがひらがなで、はい、ひらがな、マヤンがカタカナですかね。マヤンがカタカナなのでマヤンがカタカナです。でライフは、ライフもカタカナです。あ、ライフですね。出てきた。出てきました。ありがとうございます。小野田さん、行動が早いですね、さすが。小野田さんもチャンネル登録していただきました。はい、チャンネル登録しましたよ、今。ありがとうございます。
皆さん登録しましょう。あ、これ登録済みなのかな。そう、登録済みです、小野沢さん。はい、みんな登録しましょう。もう小野沢さんは、ね、金アップしますからね。多分金アップもするんですけども、ドラマチックな、なんか一夜をお過ごしだったみたいじゃないですか。そうですね。ここではちょっとね、ここではちょっと、まあ、ちょっとリノアちゃんには言えないような。あ、なるほど。ぜひね、それは新橋で飲んでるときにまた教えてください。はい、ありがとうございました、今日は。はい、お疲れ様でございます。また小野沢さんとまたね、いろんな機会でお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではね、リノアちゃん、本当にお疲れ様でございました。あ、1時間オーバーしましたけども、とっても有意義な時間過ごすと思います。そして今日ご参加いただいた方も本当にお疲れ様でした。あ、ご覧いただきましてありがとうございます。リノアちゃんからもね、最後のご挨拶していただいて、今日は終了にしましょう。じゃあリノアちゃん、最後皆さんにご挨拶お願いします。はい、今日はですね、お休みのところご参加いただきましてありがとうございました。ま、応援メッセージとか、その申し込みの時にいただいて、全部答えきれなかったご質問とかあると思うんですけれども、また個別に、メールでもいいですし、公式 LINE の方に、お問い合わせいただいてもいいので、まあ、ぜひ気軽にご連絡いただければなと思います。あと、その、プレゼントに関しましては、どのプレゼントがいいのか、まあ、もしよろしければ、感想も含めて、ちょっとこのプレゼントがいいですっていうのを言っていただいて、ま、何名か応募があった場合は抽選してるのを、ま、動画にちゃんとアップして、不公平がないようにやってるところをちょっとちゃんと抽選してますよっていうところをお見せして個別に送りたいと思います。で、あと今日ご紹介になった小野里さんなんですけど、まあ、小野里さん実は本を出されてまして、たまに来られてた時に私はサインいただきました。まあ、よかったら、ぜひ皆さん購入してください。はい。どうですか、小野田さん、この抜け目のなさ。もう、買っちゃうよ、リノアちゃんから。もう、何でも買っちゃうよ。うん、ありがとうございます。はい。みんな買わなくていいんだね。ということでね、小野田さんも本を出されてますんで、あの本は、あの転売のすべてが書いてますんで、はい、読んで損はないと。はい、読んで損しかないですね。何を言ってるんですか。でもね、読む人はいるんですけども、やる人が少ないのはどういうことなんだって。あ、そうですね。やらないと儲からないですからね。で、転売ビジネスって書いてますけど、その小野田さんの書いた本を転売してる人までいるんですそうそうそう。それで損してるっていうね。面白いですね、もうさすが小野田さん。ええー。はい、皆さんも本当ね、お疲れ様でございました。まあ、暗い夜道に気をつけてくださいね。びっくりしますからね、皆さん。じゃあ、リノアちゃん、ありがとうございます。お疲れ様でした。また次回、お会いしましょう。そして他のね、今日参加してくださった方、YouTube をご覧の皆さんも、こうした Zoom のゲストでね、対談してみたいよって方、自分の商品とかサービスをご案内したい方、どしどしご応募ください。連絡先はいつものメールアドレス、セルショアットマーク .gmail.com になっております。じゃあ本当にさようならです。リノアちゃん、お疲れ様でした。じゃあ、夜更かしが、ね、病に悪いということで、この辺で。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様です、皆さん。お疲れ様でした。